HE177 飛行する HE177V-5PMODHE177 はドイツのファインケル社が開発し第二次世界大戦中ドイツ空軍で運用された4発爆撃機 A-5 型から付けられた正式な愛称のグライフはグリフォンのイ、e。HE177 はドイツで実用化された初の戦略爆撃機的な機体だった。 エンジンのデザインにより二つのエンジンで一つのプロペラ軸を回転させる構造であり、そのため総発爆撃機に見える独特の特徴がある。初期型は多くの問題を持っていたが後期には改善した。しかしその頃には戦争による状況悪化により、ハインケル社工場及びハインケル社よりライセンスを得たアラド社工場が空襲に遭い、大量に生産することができなくなっていた。 HE177 は1936年6月3日にドイツ航空省によって提案された A 爆撃機計画に沿って設計されたハインケルプロジェクトが元となっている。これはウラル爆撃機計画に基づいて設計されたドルニエ社のドゥー19、ユンカースの189のものよりもはるかに厳しい要求であった。機体には高高度で 約時速 540km の最高速度が必要であるとされ、また、計画中に急降下爆撃能力も必要とされたため、機体構造の強化が必要となった。また、設計には、機体表面の蒸発冷却機構や遠隔操作の重刀、連結エンジンを含む多くの新技術が投入された。HE177 に搭載された DB610 エンジン。 DB605 エンジンを2機組み合わせたものである。エンジン整備を受ける HE177。この機体の特徴として1つのプロペラを回すのに2つのエンジンを用いたことが挙げられる。ハインケル社の主要設計者のジークフリートグンターは空気抵抗を減らすためダイムラーベンツ DB606 エンジンを選んだ。このエンジンは2機のダイムラーベンツ DB601。 エンジンをそれぞれ30度傾けた形で並んで、ナセルに固定し、2機のクランクシャフトを1つのギアボックスに接続し1つのプロペラシャフトギアを駆動させる。このエンジンレイアウトは、HE119 の開発で双子エンジンに対する信頼性が確保されたと判断されて採用された急降下爆撃能力は、ハインケル P1041 の原寸の模型の最終検査が行われ、 ハインケル P1041 が公式に HE177 として RLM から認定された1937年11月5日、エルンスト・ハインケルとオークルの交換であったエルンスト・ウーデットがこの機体の設計の将来性について対談した際に初めて要求された。その時、ハインケルはウーデットに急降下爆撃は無理な要求であると話している。 二つのプロペラのみの銃爆撃機は空気抵抗を大幅に減少させ、著しい操縦性の向上を得ることができた。HE177 の最初のプロトタイプや前期、量産型は当時の銃戦闘機に匹敵する速度と操縦性を持っていた。HE177 に搭載される DB606 エンジンは運転中のエンジンの回転方向の違いで、 A 型と B 型が生産されていた。HE177V1V3 の試作機は、左回りに回転する A 型のエンジンが左右に搭載されていた。V4 からは DB606 エンジンの A 型と B 型が搭載され、右翼には左回りに回転する A 型、左翼には右回りに回転する B 型が搭載され、プロペラの回転トルクを打ち消すようになっていた。 DB606 の最大出力は 2700HP であった。後に高出力の DB610 エンジンに交換された機体もある。最初の8機のプロトタイプと A-0 量産試作型は特徴のある幅の広い4章のプロペラが採用されていたが HE177A の量産型では採用されていない。DB606 エンジンは最初、 プロペラ一つの HE119 偵察爆撃機の試作機に装備され空気抵抗が減少することが確認された。しかし HE177 のカウリングは非常にタイトな設計になっていたのでエンジンからの出荷やオーバーヒート等の多くのトラブルの原因になった。DB606 エンジンは2機の部位が多重に気筒エンジンを並列に並べた構造になっており、 中央の部分に12本分の排気管が集中していた。このため、オイルやグリスが異常に加熱され、エンジンカウルの下部から発火しやすくなっていた。またパイロットがエンジンスロットルを戻した時に、燃料供給のインジェクションポンプがエンジンに過剰に燃料を供給する傾向があり、それに加えて、インジェクションポンプの接続部から燃料が漏れることも多かった。 それなのに HE177 は機体の重量節約のために防火壁は設置されていなかったため漏れる燃料やオイルがエンジンに頻繁にかかっていた。さらに高高度ではオイルポンプの設計の不具合によりオイルに気泡が生じる傾向がありこれによりエンジンオイルの潤滑性が著しく低下していた。その結果ベアリングとクランクシャフトの接続部が破損して オイルタンクとつながっているエンジンのクランクケースを破裂させることになり、高熱化した排気管の収束部にオイルが降りかかることもあった。その上、エンジン構造が複雑かつ整備しにくい設計になっていたため、前線では十分なメンテナンスをすることが困難になっており、DB606 は飛行中に簡単に火を吹いた。このように HE177 はエンジンに 大きな問題を抱えており初期生産モデルでは特に問題になっていた。1942年8月 HE177 のエンジンのトラブルやメンテナンスの困難さは連結構造を持つ DB606 エンジンが原因であるという報告書が提出された。HE177A-3 の後期型から 新型のダイムラーベンツ DB605 エンジンを2つつなげた DB610 が搭載されるようになった。DB610 エンジンはエンジンオイルのタンクの位置の変更、エンジンマウントの位置を 20cm 延長、排気レイアウトの見直し、野戦用の省エンダンパーの追加とエンジン出力、制限。これらの改良により大きな信頼性を得ることができた。 1943年、新型のオイル延伸分離機の導入により、DB610 エンジンはオイルに生じる気泡や振動等の問題を克服できたが、2台のエンジンをつなぐギアケースの問題は残ったままだった。HE177 は、もともとラジエーター重量の軽減及び空気抵抗の軽減のために、エンジンの冷却には表面冷却方式が採用されていた。 しかし、度重なる改良が行われても、表面冷却方式は依然多くの問題を抱えており、1939年に表面冷却方式は破棄された。その代わりプロペラの後ろに、環状のラジエーターを取り付けることとなった。このラジエーターは G88A-4 爆撃機が装備しているものとよく似た形をしており、このラジエーターの追加で機体の重量と、 空気抵抗は増大する結果となった。全面キャノピーに搭載された MG81 機関銃。下部のゴンドラには MG151 機関砲を搭載している。ビブ銃座に搭載された MG151 機関砲。HE177 の設計の中で、画期的なものにコクピットから遠隔操作される防御用の回転銃座が挙げられる。 1288の計画の中で生まれた、このシステムは、友人の回転銃座よりも、空気抵抗を大幅に低減することができた。生産された HE、HE177A のほとんどが、キャビンエリアの後の少し右側にオフセットされたところに、遠隔操作の銃座に 13mm の MG131 機関銃に、 友人の銃座に 13mm の MG131 機関銃1の仕様になっていた。機体前面のキャノピーの右上部には 7.92mm の MG81 機関銃が装備されていた。機種仮面には機体幅と同じサイズのゴンドラが設置されており、HE177A-1 では通常は前方に 20mmMGFF 機関砲が装備され、 後方には 7.92mm の MG81Z 連装機関銃を装備、後期型では前方に 20mm の MG15120 機関砲、後方に 13mm の MG131 機関銃に変更された。ビブ銃座には 13mm の MG131 機関銃1を装備していた。しかし、シンプルな流線型に設計された銃座は、 伊手にとって窮屈であったために、上面のガラスが膨らんだ形に設計し直された。これに伴って、クリアランス確保のために、尾翼の形状も変更されている。この変更は A-3 から行われた。また、13mm の MG131、機関銃を 20mm の MG151、20機関砲に変更したものも多く見られた。HE177 は、 様々な魚雷や HS-293 対艦ミサイルのような誘導兵器のテストを行っていた。これらの兵器搭載計画で最初に行われたのは HE-177A-1U2 と考えられている。30mm の MK-101 機関砲2を新規設計のゴンドラ前方に装備し、列車への攻撃等の対地攻撃や対戦攻撃に使用された。 HE177A-1、HE U2 は12機改造して作られた。その後、1942年の冬に、スターリングラードの降射砲の破壊のために、少数の HE177 が 50mm 機関砲をゴンドラに搭載するように改造されている。この変更は、非公式ではあるが、スターリングラード型と呼ばれている。少数の A-3、 r 小型75、mm、7 5トルの BK7 点を方腹部に搭載するために生産される計画になっていた。1944年1月、後期の HE177A-3 がネーベルベルファーから派生したロケットチューブを斜めに実験的に装備していた。これは HE177 をベースとして、 ドイツ上空に飛来する米国陸軍航空隊の戦略爆撃機が行っていたコンバットボックスと呼ばれる防御重視の密集編隊を破壊または分解することを目的とした重戦闘機を作るためであった。これらの機体は爆弾層と補助燃料タンクを21センチメートルのロケットとその発射装置を搭載するために取り外している。ロケットは一発ずつ全弾発射。 もしくは15発と18発の2回の3つの発射パターンが選択できた。気球を的にしたテストでは良好な結果を残し、限定的ではあるが運用することが認可されたが、アープローブンスコマンドが実戦試験を行った結果、連合軍の護衛戦闘機と濃密な対空砲火のせいで十分な結果が得られなかった。観光化を行う HE177。HE 幾度の改良を重ねても、急降下爆撃は不可能であった。HE177 の試脚。エンジンナセルの下を視点に、主翼の内側と外側に試脚を収納する。HE177 は、急降下爆撃能力の要求により、機体構造を大幅に強化する必要があった。これは、機体重量を引き上げる原因となり、さらに機体強度を上げる必要に迫られるという。 悪循環に陥っていた。これにより、飛行速度、航続距離、搭載容量が大きく削られることとなった。1942年9月のテストが A-1 の40番目の生産機を使用して、急降下爆撃のテストが行われた。20回の飛行で、翼の外側のパネルに、航空力学的な負荷がかかり深刻なダメージを受けていることが判明した。 この問題を解決するには、機体構造の大幅な強化が必要になった。急降下爆撃の要求には、爆弾の搭載量の増加されたために応えることができなかった。そのため A-3 型から、だいぶブレーキなしで生産された。HE177 の着陸装置の主脚配置は、無駄に凝った設計になっていた。主脚は、 大きな車輪4つと4本の支柱から構成されており、飛行時には主翼のエンジンナセルの下を支点にして上がる内側と外側に収納され、着陸時にはエンジンナセルの下を支点にして下がり2本揃って固定される仕組みになっていた。主脚が故障するたびにハインケル特性の主脚を取り付けることになり、HE177 の主脚は複雑な構造であるために、 修理には2時間以上もかかった。一般的な足1本に2個の車輪がついた形式の主脚は実際に HE274 で採用されている。また、ペーパープランで終わった HE277 は三輪式の膠着装置を取り付けることが計画されていた。ユンカースジュ 287V1 では HE177A-5 型の胴体が 機体の中核として使用された。この機体は、翼は、新規設計の前身翼、ビブは1388、首足は捕獲した B-24 リベレーターのものを使用して作られている。1287V1 は1944年8月に初飛行を行っている。ホルテンホ229前翼式のジェット戦闘機の試作機の首足は、 HE177 の主脚のタイヤを利用している。イギリス軍に露隔されて、テスト飛行する HE177A-5。グライフの最初の量産型である HE177A-1 は1942年8月に、テスト飛行で、用途、ピッチが不安定な傾向があると判断された。これは、爆撃精度の低下を意味していた。このテスト結果から、 胴体を 160cm 延長し、この改造を加えた機体は、用途ピッチの安定性が改善された。この胴体延長は、HE177A-3 から取り入れられた。イギリス海軍テストパイロット、エリック・ブラウンは、著書の Wings of the Aruft Buffet で、戦時中に捕獲された HE、HE177A-5 を操縦したとき、驚くほど軽いと述べている。 また彼は米軍の有名な重爆撃機 B-17 と比較して HE-177 の昇降打のコントロールが特に軽かったと述べている。HE-177A の複雑なエンジンレイアウトの問題解決のために多くの計画が立案された。その中に HE-177A を通常の4発爆撃機とする計画があり、その計画のために HE177A を改造して試作機が作られた。航空機装艦エルンストールデッドは戦前から HE177 のエンジンに結合エンジンである DB606 を選定したことを非難していた。ハインケル側が主張し導入させた DB606 エンジンが原因で HE177 は再現なく続くトラブルに悩まされていた。 1942年9月、ゲーリング自身によって、HE177 の急降下爆撃能力の要求は撤回された。そして、ハインケルの設計で、適切な4発爆撃機型が設計された。これは、HE177 バイトと名付けられ、HE219 と同じように艦上のラジエーターを装備した、ダイムラーベンツ DB603 が個別で4機。 搭載されることとなった。これに似た構成、経緯の爆撃機としては、イギリスのアブロ・マンチェスターがある。マンチェスターに搭載されていたロールス・ロイス・バルチャーは、DB606、610とは異なり、V 型12気筒エンジンをクランクシャフトを強要するよう上下に結合した、X 型24気筒エンジンであり、構成上はいくらか危険性の少ないものであったが、 やはり信頼性不足で少数の生産で打ち切られた。しかしながらマンチェスターはエンジンを V 型12気筒の4発にし、信頼性を向上させ、機体の設計変更でアブロランカスターへと発展し、成功を収めた。1943年8月までに HE177 バイトから後の詳細な設計が行われ、 HE177V101V103 の3機のプロトタイプの製作が認められた。試作機の V101 は中期生産型である HE177A-3 の機体から製作された。V102 は先行量産機である HE177A-0 の8号機を改造して製作されている。V103 は HE177A-5 の 初期型から製作された、試作機 V100 には最初に総翼の尾翼が取り付けられた。この尾翼はテスト時に1枚の尾翼を持つ一般的な HE177 に比べ良好な操縦性を示した。1943年11月にファウラーフラップが取り付けられている。HE177 バイト型も A 型と同様に、 航空力学的に優れた全面ガラスの機種を装備していた。その機種は A 型より若干大きく、チンターレットと呼ばれる2連の銃座が設置され、それぞれ MG131 機関銃にもしくは MG151、20機関砲が装備される予定だった。しかし、この装備は HE177A-0 の15号機で、 テストされただけで B 型の試作機には搭載されることはなかった。B 型の試作機には従来の HE177 の機種が取り付けられていただけだった。この新型の機種は今日図面だけが残されており写真は現存していない。他の防御兵器として HE177A と同じ装備が搭載されていた。特に B-5 型は背部に 連装のターレットとその後ろに友人のターレットを装備していた。軽量型として設計された B-7 型ではこれらは省略されている。また、ビブには動力化された MG131 機関銃の4連装ターレットを試作機に取り付け、量産型ではこれを標準装備にする計画だった。しかしこれは、ハインケル社内で模型が製作されただけで終わった。 ビン州エ派と軍用飛行場で1943年12月の後半から1944年1月の前半までの間これらの B 型の初飛行が行われた。また、A-5 の初期型の機体を利用して、追加の HE177V104 試作機が HE177 バイトから5の量産型の試作機として製作された。 1944年の4月後半から7月の初めまで、ウィーンエリアのドイツの航空機生産設備への、米国空軍の重爆撃機の空襲により、飛行可能な V103 及び未完成の V104 が、破壊された。これにより、ハインケルのオーストリアの工場で、HE177 バイトの5型を生産する、望みはついえた。1944年の7月の初め、 戦闘機開発計画の採用により、HE177 バイト型の開発計画は、ハインケル HE162 ジェット戦闘機の設計に専念するために後回しとされた。これは事実上計画放棄であり、結局 HE177 バイト型は、試作機4機作成されたにとどまった。1944年撮影。HE177 は、 技術的な問題を多く抱えており、長い間トラブルを抱えながら運用されていたとされているが、HE177V8 試作機の段階で、問題はある程度は解決されており、根本的な問題となったのは DB601 及び DB605 の供給問題である。多機種に発動機が優先供給されたために、HE177 の機体が、 製造工場に溢れる事態となった。HE177A は1942年に収益したが、前期の事情から十分な運用機数など存在せず、緊急的な措置として、スターリングラードで敵に包囲された第6軍への補給任務に使用されたが、そのペイロードは、はるかに小型の HE111 爆撃機とほぼ同じだった。 そして負傷兵の輸送機としても役に立たなかった。その結果、HE-177 はスターリングラードの近くでドイツ国防軍を支援する爆撃や降車砲抑制任務に戻ることになった。ここではたった13回の任務で7機の HE-177 が撃墜されているが、当然ながら他の機体も降車砲で多数撃墜されている。他の運用例としては、 1944年1月から5月にかけて実施されたシュタインボック作戦でのイギリスへの夜間攻撃がある。13機が出撃したが、1機はタイヤがバーストしたために離陸を中止しており、8機がエンジンのオーバーヒートで帰還している。残りの機体のうち2機が敵や艦戦闘機に撃墜されている。飛行場には十分な整備員と機材が揃っておらず。 機体は十分なメンテナンスが行われていない状態で出撃していた。シュタインボック作戦中に使用された機体は平均損耗率が60%だったのに対し、HE177A-5 は損耗率10%で作戦に参加した爆撃機の中で最良の結果を残している。 熟練の搭乗員が使用した場合 HE177 は5 6 0 0ラムの爆弾を搭載して作戦に参加可能であった。HE177 の基本戦術は英国の海岸を横断する前に実用上昇限度まで上昇し、その後速力最大で浅い角度を降下し任務を実行するものであった。その際、機体の速度は時速6 9 0トル以上にもなった。 高高度を高速で飛行することは迎撃されにくく、航空機の生存性を高めたが、爆撃の精度と有効性を大幅に減少させることとなった。1944年初頭の東部戦線では、HE177 は多くの場合、昼間に約6000メートル以上の高度で作戦を実施し、損失も比較的低かった。地上攻撃を 主な任務としたソ連空軍は迎撃のレベルが低く、航空を飛ぶ HE177 を妨げることは難しかった。1944年後半には前期の HE177 を運用するだけの燃料がドイツ国内になくなっていた。ありがとうございます。